キャリアドラフト1月期。この番組は厳しい予選を勝ち抜いた上位12人の学生たちが完全自由形式のプレゼンで自己アピール。お笑いサークルでの漫才の活動とボランティア部での活動を主に学生生活で取り組んできました。まあ正直MENSAって活動はしてなくて、知能が高いっていうだけなので120社を超える企業の人事担当者からオファーを獲得する主従逆転型の就活バラエティー。それでは見てみましょう。出た。すごい。47社ってのはすごいことですよ。大変光栄です。ありがとうございます。54社。番組最高の数です。1月期は番組史上最高のシルバーオファーが続出。さらに。ありがとうございました。来た来た。アラートが鳴った。年収500万円以上出してでも採用したいという意思を示すゴールドオファーも飛び出す。企業を見てみましょう。しかし。すみません、僕ゴールドオファーしたいです。出た。はい、今週はさらに衝撃の展開が。キャリアドラフト。さあ、それでは続いての方、どうぞ。成城大学文芸学部からやってまいりました三橋虎太郎君の登場です。2分間のプレゼンテーションどうぞ。どうも、私はですね、お笑いサークルでの漫才の活動とボランティア部での、活動を主に学生生活で取り組んできました。そんな僕の魅力についてお話ししていきたいです。私のことを、一言で表すと、スパイスです。ではどういう人間なのか、それについて少しお話ししていきたいです。私はですね、IUという学生団体に所属しています。この団体はですね、主に体の不自由な方や第三者のサポートを必要とする方にコミュニティを与え、季節のイベントを通してレクリエーションを行ったり、楽しさを共有したりする学生団体になっています。その中でですね、私はある目標を立てます。それは福祉的な立場で僕のお笑いがどれだけ届くのかということに興味を持ちました。実際にイベントの中で漫才をしたりコントをしたりなどたくさんお笑いをしてきましたが、ある大きな壁にぶつかります。それはですね、普段やってる漫才と福祉的な漫才ってやっぱ違うんですよ。例えばですよ、遅刻しそう、いや走れよって、これって車椅子の方々に向けたお笑いとして果たして適切ですかということですね。そういう細かい視点、相手の立場になって、それが本当に適切な表現なのか、それって本当に相手のことを傷つけないのか、それって本当に僕のお笑いが本当に届くのか、そういうことに、アプローチしていきました。実際に私は、それを乗り越えるために奇烈な漫才を用意したりと、自分自身がやったことないことを、挑戦してみたり、それを、お笑いに昇華するために漫才の経験を生かして、お笑いに、アプローチしていきました。そんな僕は、相手に寄り添うための思考力を持って市場に僕のスパイスを与えたいと思います。ありがとうございました。さあ、それでは福岡みなみさんからいきましょうか。いかがでしょうか。かなりちょっと緊張してましたけど、彼はそれって本当に相手を傷つけないかっておっしゃってたじゃないですか。それを大学生のうちに気づいて考えられるって、私は気づけていなくて、多分、今28歳なんですけど、28歳になって今それって相手を傷つけないかなとか普段考えるようになってきたので、その年で気づかれてるのすごいなと思って、なんか人間性も素晴らしいなっていうふうに思って見てました。介護のアルバイトをされてるっていうことで、それをやってみようと思ったきっかけは何ですか。そうですね、僕がその、漫画が好きで、井上武彦先生の「リアル」という漫画を読んだ時に、僕が読んでて感動するだけじゃやっぱ傍観者だなって思った時に、僕も実際に彼らと関わって福祉的なことをやってみたいという思いで介護のアルバイトを始めました。簡単なことじゃないと思うんですよね。でイライラしたりとか思うように進まないって、そういう時でも、そういう時はどんなふうに自分に言い聞かすんですか。やっぱり彼らにできないこと、僕らにできることというのをしっかり把握して、で彼らの立場になって考えて、それでも強く当たっちゃうのよなという、ことを自分の中で一旦整理して、臨むことで、そのイライラとかもし思っちゃいそうになっても、そういうことを一旦考え直すことで、仕事をこなしてきました。自分の感情を仕切り直すっていうことの所作をやってきたってことですね。はい、そういう時はね、ずっと漫才をやられてきて、そのニーズに合った漫才をやってきたっていったところは分かったんですけども、企業に入ってから活かせるこのお笑い漫才の中で培ってきたこの要素っていうのは具体的にどんなところだと思いますか？そうですね、やっぱりこうお笑いサークルはこう飲み会とかでかなりこう早いこのコミュニケーションを求められるんですね。ポケットツッコミ、このコミュニケーションはやっぱりこう社会に出てもこう早いコミュニケーションを取れるということで活かせるんじゃないかと思います。人によっては早いコミュニケーションではない方も企業にはたくさんいると思いますが、そういったところではどう活かせると思いますか？そうですね、やっぱ面白さを伝えるっていうのはやっぱどの企業でも、もし営業職であればやっぱ必要だと思うんで、そのお笑いとして何が面白いのかということをうまく伝えられる自信はあります。武田さん、なかなかお笑いと福祉、お笑いと介護的なお仕事、こういうのはなかなかこう分けて考えがちだけど、彼の中では一つになってるんですけど、どうでしょうか？そうですね、そこ僕も一番興味があって、人を笑わせたい、介護でお世話をしたいと、何かこう他者に何かを分け与えたいという思いがあるんだろうなと思うんですけれども、少し大きな話になっちゃうかもしれないんだけど、ご自身が生きてきて一番そのみんなと共有すべきだと思っているようなこと、これは大事にしなきゃいけないと思っているようなことって何ですか？ごめんなさい、ちょっと抽象的かもしれないけど。そうですね、やっぱりこう介護、車を押すというところでこうやっぱり道とかあるとやっぱ結構視線がきつい時がやっぱ僕自身も押してる僕も感じる時があるんですよ。でもそれをやっぱ見るなではなくて、こうなんでしょう、なんかこう冷たい目線というよりかは、こうなんかこうボディランゲージでなんかできたらなっていうことは考えたことがあります。みんなが例えば障害のある人とかいろんな人にこう等しく接してもらいたいとか。接するべきなんじゃないかとか、そういうことかな。いろんなことをその現場で感じてるのかもしれませんね。そうですね。冷たい視線とかが無遠慮なね、配慮のない視線が来た時に何とかしようって時に、お笑い的なアクションとか一発ネタみたいなことで、そういう冷たい目線と介護の方が一瞬でもこうつながるかのような。でこう冷たい視線を浴びせてしまった人がちょっといい意味で反省してくれるような、そういうことを目指してるっていうんでもないの？なんか今ちょっとそんな風な聞き方を僕はしてしまったんで、そうですね、ちょっとそこまで深く考えたことないなと思って、いやでもこれから深く考えることはあるんだろうけどね、すごく大事なことを言ってるような気がして、人を笑わせるとか、みんながこう多様であっていいみたいなこと、他者をちゃんと認め合うみたいな、そこをなんかもっと言語化できたら良くなるんじゃないかな。果たして120社を超える企業の決定権者たちはどんなオファーを仕掛けるのか。自分のイメージはシルバーオファーどのくらいですか？20ぐらいですね。20ぐらいですか。今日はなかなかね、緊張感もねあったしね。それでは見てみましょう。さまざまな試みをやってまいりました三橋虎太郎、果たして企業はどう見たのか、一つの目安どうぞ。38社来ましたよ。20社に対して倍近い。いかがですか？いや、めっちゃ嬉しいですねえ。正直どうですかね、結構緊張してたから、さっきのこう言葉化することがなかなか難しかった中でも、企業はどう見たんですかね？なんかめちゃくちゃ優しい人なんやろうなっていうのは伝わりました。なので部下とか会社のコミュニティにいるのは全然いてほしい人材の一人ではあるかなと思いましたね。ああ、そういうことか、あなたの中の根底にある優しさみたいなのがにじんでるからここまで来たような気がしますね。自信持てるじゃないですか、これで。自信持てますねえ、はい、やっぱり車椅子とかこれからこうしていったりする、そういう仕事をやってる中でもちょっと自信が見られるってことはすごくいいことですよね。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい、期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたさあ三橋君、お疲れ様でした。本当に僕ってやっぱビジネス的な、そのなんでしょう、経験とか、学業でのその優れた面とか本当になくて、お笑いと介護のそのもう人間味の部分だけで戦ったんで、どうしても少なくなるかなとは思ったんですけど、38社もらえてめちゃくちゃ嬉しいです。続いてはこちらです。馬秀成さんの登場です。慶應義塾大学環境情報学部からやってまいりました。かなりの体育を誇っております馬秀成さん、それではプレゼンテーションお願いします。慶應義塾大学から参りました環境情報学部3年馬秀成と申します。まずは私の信念をお話しさせていただきます。それはできないと言わないことです。なぜこのような信念を持っているのかというのを、私生活および実績の2つの側面から説明させていただきたいと思います。まずは生活になります。私は高校生の頃まで非常に縛りの多い環境で育ってまいりました。ちょっと内容を喋ってしまうと時間が足りなくなるのでタイトルだけなんですけれども、実の母親による2度の拉致事件を経験しております。このようなことがかなり多くなり、大学進学時にもさまざまな縛りを課せられることを恐れた私は、学費および生活費を自分で賄うことを条件に今の大学で一人暮らしを始めました。そして大学1年生入ったばかりの頃は工事現場でのアルバイトなどを経験していたのですが、大学2年時に大病を患ってしまい、半年間の闘病生活となりました。入院、学費、アルバイトの3つに阻まれながらも頑張って生きてまいりました。続いて実績に参ります。実績は多々あると考えているのですが、現在長期インターンをさせていただいている会社ではこのようなことをさせていただいております。まずはマーケットとしての戦略策定における実績を説明させていただきます。2日間考え実装した当月から約1000万円の売り上げを毎年会社にもたらすことができる販路を作りました。その他にも上場企業にて入社2ヶ月で決算説明資料をこれはちょっといろいろあったんですけれども作ることになったりでしたりとか、友人の会社のお手伝いで創業5ヶ月目の営業にして200万円を営業で売り上げたりなどさまざまなことをしてきております。このように私は触れたことがない分野でも成功することができる01および私がいなくなっても回ることができる仕組み作りの100の両方の分野に強みがあると考えております。この仕事で培った冷静な分析力、そして私生活で培った不屈の精神力、この2つをもって私の信念はできない圧倒的、またこの2つを合わせた圧倒的実行力が私の強みです。この圧倒的実行力をもって私の信念はできないと言わないことです。すいません、カミカミでしたがご清聴ありがとうございました。うわー、フルに使いまして2分間。情報がたくさんあって一つ一つすごく興味を引くような話があるんだけど、一個一個なんかもっと聞きたいなっていうことでどんどん過ぎちゃって、逆にあんまり引っかからないっていうんですかね。なんかお母さんに拉致されたってどういうことかなっていう、そこが非常に気になったんですがそれはちょっとキャッチーな部分なのでちょっと先に入れようかなと思ったんですけれども、結構家庭環境が厳しい形で、何をするにしてもルーツは台湾系ですか？中国ですか？はい、両親とも中国人なんですけれども、結構母親の方が縛りが強くて、その時初めてできた彼女と高校2年生の頃下校している最中に後ろからワゴン車の音とすごい聞き慣れた声で「秀成」っていう僕の下の名前を叫びながら母親が来て、その僕と彼女の横に止まって僕だけ力ずくで車にねじ込まれて連れ去られるという。なんでそんなに嫌だったのお母さん？いや、分からないんですよね。なんかその何をするにしてもちょっと私の許可を取ったのかっていうふうな形で結構彼女を気に入ってないとかじゃないのね。ではないですね。彼女と歩いてる段階で秀成と。そうですね。後ろからもう漫画みたいな形でこうやってワゴン車を運転してくる母親が見えて。なんだろうか。お母さんは拉致好きとかそういうことじゃないでしょ。そういうことじゃないです。2回あったのそういうこと。2回ありましたね。ちょっとわかんないですね。高田さんちょっと理解だから、こういうディスカッションの部分も含めて、とりあえずプレゼンテーションではなんか引っかかるようなキーワードをいっぱい入れとこうっていう、そういう戦略もあるのはあるのかもしれないですね。東大を蹴って慶応に行ったそうですよね。叩かれそうなのであまり言いたくはなかったんですけれども。でもプロフィールにあるんだ。どっちなんだ君は。キャッチってお母さんに拉致されたとか言ってる人が何を言ってるんですか。東大蹴って慶応って両方すごい学校だけど、内田さんどうですか。はい、やっぱりちょっともう盛りすぎてて、そのお母様のエピソードもそうですし、なぜそのご自身で実際にアルバイトをして学費を稼いでで入院までしてっていうことをやっていたのかなって言ったところもものすごくそこが気になってしまって、後が全然入ってこないんですよね。なので多分すごくいろんなエピソードをお持ちだと思うし、その一つを深掘ることによってそこでまた説得力が出てくるっていうのがあると思うんですよ。いろんなことを言わなくても一つのことを掘り下げるって言ったところも一つのやり方なんじゃないかなってことは思いましたけど。ラファエルさんいかがでしょう。はい、1000万って何をどうやって1000万になったんですか？あれですね、もともと私が今インターンをさせていただいている会社の単価が高かったことがあるんですけれども、もともとマーケティングのところでみんなが言っていたのが、単価が高いから1人当たりの営業コストはちゃんとかけなければいけないというようなことを言っていたんですけれども、いやもっとそんなことないんじゃないか、営業コストを抑えられるんじゃないか、もっとなんか広く多くになんか攻められるんじゃないかということを考えて、何を言ってたんですか？動画制作スクールの営業みたいな形になります。動画スクールの営業を個人の SNS を駆使してやって、はい、それで新規で売り上げ1000万作ったってことですか？個人でやったわけじゃなくて、会社として動画スクールをやっていて、はい、その中でそのマーケティングの技法として、もうスマホを10台20台ぐらい買って、はい、その DM を送りまくって、それに対する反応速度を2日間まず試したところ、150件送ったのに対して返信率が30件あったんですね、うん、これ 20% で返ってくるって結構すごいことなんじゃないかと思ったので、いろいろな媒体でその送ってくれる人を探して、それを統括してなんかマニュアルを作って、それが新規で入ったのがそのフィックスできて、それが売り上げ1000万になったってことですね。そうですね、新しくその販路だけで売り上げ1000万円を立てることができました。これって別になんか疑ってるわけじゃないんですけど、これ本当だったらすごいと思うんですよ、はい、その辺のなんかその動画スクールやってる会社さんより下手したらすごくて、はい、自分でやろうとは思わないんですか？これを僕自身にまずその動画編集のノウハウがないっていうのと、なんか虎の意を狩るといったらあれなんですけれども、大きいところに入って、そのみんなと助け合って、みんなと大きい力を生んでいきたいっていうところにちょっと主眼を置いているので、自分一人でやろうというよりかは、やはり人のサポートの方が好きだなということが、どうしてもこの実績がすごすぎて、ちょっとなんか具体性に欠けるというか、疑っちゃって見てるところはあるんですけど、はい、プレゼンテーションの方はちょっと内容、伝えたいことが多すぎて内容盛りだくさんになってしまったんですけれども、なんかそれ以外にもやっぱり大学に入ったからには、そのサークルに所属していたりとか、みんなと一緒に何かに取り組んだりする経験ももちろんあって、その中で結構なんか大事なものって、やっぱり自分の能力だけじゃなくて、チーム全体として最大を目指していく能力がやっぱり大事なんだなというふうに、僕個人としてはすごい感じたので。そうだそうだ、人は一人で生きていけないからね、はい、それを生かしていきたいなと考えております。波乱万丈の人生を歩んできた馬秀成君、果たしてどんなオファーが来るのか。さあ、それではマー君見てみましょう。まもなく結果が訪れます。さあ見てみましょう、何をもたらしたか。マー君40社来ました。いろいろ反省は浮き彫りになりましたけど、40社いかがでしょう？いや、率直に言うと、ちょっとなんかほっとした。いや、ほっとしたというよりかは、ちょっとなんか悔しいですね。ゴールドオファーをあくまでも狙っていたから。はい、そうですね。シルバーオファー40社でとどまることがちょっと悔しい。悔しかったですね。40で喜んでいい数字だと思うんです。そこで悔しいっていう言葉が出てくるのはすごく意欲的でいいなって私は思って、今取りました。もうプレゼンする要素ありすぎて、2分からこぼれるぐらいのメニュー紹介になってしまったぐらいで、こういうのは上手の手から水がこぼれるとも言うんですよ。悔しさが人を育てますから、はい、エネルギーになりますから、マー君頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあマー君、お疲れ様でした。いや、悔しかったです。悔しい。そうですね、なんかやっぱりそのゴールドオファーということで、500万円に対して達する人間っていうことを伝えなければいけないなと考えていたので、それがちょっと伝わらなかったのは悔しいと思うのですが、この結果を踏まえて、私は頑張って、自力で頑張って、年収500万以上の会社を見つけたいと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。さあ、続いて参りましょう。イ・メイヨンさんやってまいりました。長崎大学薬学部薬学科からやってまいりました。MENSAの会員です。IQ めちゃ高いです。さあ、お願いします。どうぞ。はじめまして、明るい名恩返しのイ・メイヨンと申します。普段は長崎大学で薬学を勉強しながら、いろんな課外活動をしております。今日はですね、2つの魅力、こちら2つの活動から私の魅力をお伝えしたいと思います。私の、1つ目の魅力、プロとしての実績があります。フリーランスの翻訳家として、海外進出資料を経歴5年、顧客数25社、PJ 数60件の実績がございます。2点目、グローバル製薬会社でデータサイエンティストとしてインターン研究があります。この際に、インドのベンダーさんとの協力だったんですけど、コミュニケーションを改善することで、プロジェクト期間を 30% 短縮したという結果がございます。このような私の経験と長所から、御社の事業へ貢献いたします。いや、ところで、お前ここに何で来てるのということで、いきなりですがご質問させていただきます。皆様、北極で氷水売れますか？砂漠で北海道売れますか？売れません。まあ、逆だったら売れますよね。このようにやっぱり環境や、国によってサービスやものって求められるのが違うんですよね。私、日韓ハーフっていう背景もあって、国とか環境違っても共通する価値提供したいなって思っております。ということで、いや、世界の人々の健康を支えたいという気持ちで持っております。しかし製薬業界は従来のビジネスモデルでは生き残れません。まあ、医療赤字とか特許切れとか収益低下等々いろんな問題がございますね。だから製薬業界ではなく、ちょっと知恵を変えて経営と IT と新しい観点から人々の健康を支えたいと考えております。だから私が入社したい会社は、経営戦略と IT 技術を利用して新規技術を生み出し、人々の健康とまた生活を支える事業をしていきたいと思っております。オファーお待ちしております。以上です。ありがとうございました。はい。ご自分の専門性をちゃんと分かっていて、そして自分のやりたいこともとても明確で、そんな私ですがいかがですかっていう、すごくその持ってき方が本当に自分を売り込むっていうプレゼントはとても素晴らしかったなと思います。イーさん、本当に細かい数字にとらわれずに、でもイーさんの持っている素晴らしいところを存分にこう見せてくれたので、反対に私は人間らしさっていうところをすごく知りたくて、イーさんがご自身で思う、私こんなことができないんですよっていうところってどんなところですか？そうですね、私のちょっとギャップ萌えのところはちょっと冷たそうで、その相手のことをものすごく考えちゃって、人と損切りがあんまできないっていうのがあるんですよね。人の何の損切り？損切りその人とちょっと縁、あ、人とはい、縁を切ることができない。あ、そうですそうです。だからちょっとやられっぱなしだったり。それを損切りというのはすごいですね。株式用語ですもんね、どっちかというとね。ちょっと本音が出てしまったのかもしれない。損切りができない。切りたい人がいると。自分は結構包容力を売りにしてるっていうところはあって、全部大体受け入れようとしてるんですよね。まあ、自分が文化が違うところで誤解されたっていう経験もあるので、そのようなことがあっても大体その人のことを飲み込もうと思うんですけど、そうなると大体ネガティブな方向というか、ちょっと舐められ始めることもあるので、なんか分かるんだけど、ちょっとその人との関係をやめられない時はちょっと悔しいですね。やっぱりこれだけ聡明な方でも、人間関係においては人間臭さ出てますよね。でもなんかそれがとてもいいです。いい質問してもらったじゃないですか。あまりにも聡明さ、MENSAとかそれが強調されたんで、ちょっとね、いい感じ、ちょっとくねくね感入ったり、可愛らしさも出て。ラファエルさん、どうでしょう？システムアプリ開発でビジネスコンテスト優勝ってことなんですけど、アプリ開発とかってどのぐらいの技術があるんですかね、いわゆるエンジニアとして。もう自分は正直どちらかというと、途中からデータサイエンティストとして転向したので R とか Python とかいじれるんですけど、アプリ開発はやっぱりマネジメントレベル全体的なやっぱロジック見て、アイデア出しぐらいしかできないっていうのが率直な意見です。アイデア出しでも別にこの能力だったら別にやってくださいっていうのはできる感じですか？そうです。簡単なアプリ作ってくださいみたいな、メルカリみたいなアプリ作るとか。メルカリは結構複雑なのでちょっと言えないところはあるんですが、 Python とか R というプログラミングの基礎知識はあるので、アプリ開発に挑戦できるとは考えております。なるほどですね。いわゆる簡単なマッチングアプリとかだったらできそうですか？生意気な話かもしれないですけど、頑張ってやらせていただきたいと思います。なるほどですね。すごいな。MENSAっていうの、私すみません、ちょっと存じ上げなくて。 IQ がものすごい高い人たちの、グループですよね。辞めたりする人もいますけどもね、そこからね。それはどういう活動をされてるんですか？まあ、正直MENSAって活動はしてなくて、ただ知能が高いっていうだけなのですいません、また知能が 2% とおっしゃいますね。IQ ってどのぐらいなんですか？MENSAが120じゃないと入れないじゃないですか。120以上じゃないと。確かなんか基準が上位 2% らしいんですよ。だからある程度のテストを、なんかテストがあって、そこで上位何%ですよって出て 2% でした。その中で 1% の中に入ってますよって言われた。あ、そうです。なるほど。すごいですよ。一般的に IQ が20を離れたら会話が合わないって言いますもんね。あ、そっかそう捉えていいんですか、先生？いや、今日非常にコミュニケーション円滑にいってるなと思ってます。そうですか。大丈夫ですか？そうですか。最終的には大きな器でくずんでくれましたね。IQ 上位 1% のMENSA会員イ・メイヨンさんにゴールドオファーは出るのか。イ・メイヨンさん、治療ルバーオファーはどのくらい来たのか。ええと言ってしまいましたが、ご本人まず。結構ピンポイントで私がやりたいことをお伝えしているので、うん、ピンポイントで来てると思います。なるほど。だからこの22というのは数うんぬんじゃなくて、この22というのは恋という捉え方ですよね。思ってます。ね、そうですよね。はい。とここで、すみません、僕ゴールドオファーしたいです。出た。はい、出た。お願いします。いっぱいやってますからね、IT 関連。ゴールドオファーです。ここで面接官ラファエルからゴールドオファーが。事前リストで結構気になってる方がいるので数名います。今日は本当に出しちゃうかもしれないです。宣言通りゴールドオファーを出したラファエルの狙いは。出た。お願いします。いっぱいやってますからねIT 関連。ゴールドオファーです。ゴールドオファー、はい、その根拠は何ですか。今やってる会社で絶対欲しいエンジニアなんで、具体的に言うとどういうところを言っちゃうとあれなんですけど、ここと類似した番組を僕がやってまして、年収オークションという番組をやってるんですが、はい、そこを今後プラットフォームを作っていったり、アプリしたり、企業と就職したい人間のマッチングのアプリを作るんですけど、はい、そこの会社を今から作るので、うん、そこのエンジニアとして入ってもらいたいです。うわ来ましたよ。うわ嬉しそうですね。だからさっきいろいろ聞いてましたもんね。はい、はい、どうですか。なんか昨日ラファエルさんがお寿司食べる動画見てきたんで、なんか嬉しいです。めっちゃ嬉しそうですね。お寿司行きましょう一緒に。IQ あーっつってますよあなた。IQ めっちゃ高いのにお寿司の動画見ちゃってってあなたも言ってることはよくわからないじゃないですか。いやすごいわ、これは嬉しいですね。本当にゴールドオファーでいいんですね。はい、最初から決めてました。私はめぼしい人がいると言ったのは、はい、まさにいいですね。その時のポイントは何だったんですか。ある前に、プレゼンある前にシンプルにこれ見ただけでもスペックが高すぎるっていうのと、あとそのエンジニアってアプリ開発でビジネスコンテストで優勝してるっていうその成績っていうのは、まあなかなか多分今後も出会えないかなと思いますね。このスペックは多分いないですね。で喋ってみてもやっぱり話噛み合わないんですよ IQ 高すぎて。まあそれも理解してるんですけど、まあちょっと冷たく見えるし、最初ちょっとイメージ悪かったんですよ。でも冷たいけど損切りできないって話聞いた時に、あ人間味あるんだなと思ったし、そこもなんかあ一緒に仕事できるんじゃないかなと思ったし、それでさっきのラファエルさんのお寿司の動画見たってあたりに人間味がね喜んでくれておめでとうございますね。これからじっくりと話し合っていただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ伊沢お疲れ様でした。どうぞこちらへ。さあまさかの番組史上初ですよ、ラファエルさんからゴールドオファーが来るという形ですが、今の率直なお気持ちをお聞かせください。なんかラファエルさんからいただけるとは思わなかったので、結構びっくりしてるっていうのが率直な気持ちです。興味のほどでいうとどれぐらいありますか。あものすごくすごくあるんだ。じゃあちょっともしよかったらラファエルさんに一言何かあればよろしくお願いします。お寿司これからよろしくお願いします。いっぱい食べたいです。お寿司好き好きです。あお疲れ様です。お疲れ様です。あよろしくお願いします。ちょっとこの後もねいろいろとお話しさせていただいて、はいまあいろいろ気になること多いと思うんで、はい、まあそれをこの後ねちょっといろいろ寿司食べながらディレクターと一緒に寿司食べながら話せればなと思います。はいよろしくお願いします。次週さらなるゴールドオファー獲得者は現れるのか。世の中テレビ離れっていうのがすごい起きていると私自身考えておりまして、実際子が勝ち抜ける時代っていうのが実際来てるっていうふうに考えております。圧倒的挑戦力、好奇心旺盛、その中でも私が他者と異なる部分、それは3カ国語が話せるトリリンガルなんですね。ところでこの数字何だと思いますか。これは私が11月に実際に大学に来ながら人力車で売り上げた金額です。次回も超優秀、超個性的な学生が続々登場。熱い面接が繰り広げられる。出た、はい、警告音が鳴りました。ゴールドオファー発生しました。おめでとうと言いたいですね、ゴールドオファー。番組ではキャリアドラフトに出場したい学生、また優秀な学生とつながりを持ちたい企業の皆様を大募集しています。こちらのアドレスまたは QR コードを読み込んでいただくか、ホームページからご応募ください。お待ちしています。